今の人絶対ゲイじゃない思った絶対そうだよね、同じ香りしたもん。てか渋谷来るのめっちゃ久々じゃない？わかる、うん、え、ご飯ここで食べる？それとも違うところで食べる？これ食べる？どこでもいいよ。ほんと？ここで食べるんだったら、じゃあ、アルストリアス決めていい？てか、あなたも決めて。うん。もうここで、え？何してるの？さっきから。ほんとずっと携帯ばっかりいじって。久々渋谷に来たんだからあんた何男探してるに決まってるでしょ、アプリ更新して待って、それは私もやらないとだわ。へぇ、知らない。ありがとうございます。え、この後予定とか大丈夫なの？全然何もないですよね。あ、そうなんや。へぇ、普段何やってるんですか？普段仕事とか。あ、まあでも仕事してる、だいたい。で、明日も仕事やからさ、明日仕事何時なんですか？結構早くて終電とかも大丈夫？なんか。あ、全然大丈夫ですね。え、もうちょっと彼氏とかいるんですか？ん？彼氏とかいるんですか？彼氏はおらんけど、なんか、うん、結構会ったりします、こうやって。あ、でもまあ会ってもなんかほんまにそれなんかなんていうの、こうやるだけみたいな。ああ、そうか、アニメみたいな感じで。うんうんうん。やっぱそうなんだ。そうそう、その後別にそんなに。へえ。って感じかな。大丈夫？時間。あ、全然まだ大丈夫です。あ、そう。なんかちょっと水とかもらっていいですか？あ、お茶もらっていいですか？お茶あるかな、ちょっと分からん。あ、しかないかもしれない。あ、でも全然大丈夫。大丈夫。あ、そうなんですね。うん、え、どこ住んでるの？自分あれですよ。あの神奈川っす、ね、あ、結構遠くない？大丈夫ほんまに。あ、でも全然全然友達ん家すぐそこなんで。あ、友達ん家行くんや。でも友達結構あれじゃない、もう結構時間経ったら寝て回し、寝る前に行ったらかわいそう。あ、今飲んでるんで全然。あ、今飲んでる。へぇ、そうなんだ。そうなんですよね。え、結構休み、大体は休みは？いや、休みはあんまなくて、だから明日も結構早いねんな。今日は休みだったんですか？ん？今日は休みだった。今日仕事終わってから。あ、そう。で、うん、あ、そうなんですね。あ、次いつ休みっすか？いや、次結構まだちょっと、あれやろ、あの不定休やから。え、LINE とか交換します？ん？不定休。あ、でもまた何かあったら、またアプリから連絡くれれば。LINE とかあんまりちょっと詳しくやってなくて。 Twitter とかやってます？ Twitter もあんまり SNS そんなあれ。インスタとかもやってないです。インスタもやってない。そうだ、また何かあったら、また何か、あ、そうっすね、なんか、じゃあまた何かあったらアプリ。あ、全然連絡します。じゃあ、そうだね。じゃあ、じゃあへえ、彼氏のとこどれぐらい、どれぐらいいない？うん？何？ごめんごめんごめん、聞こえないな。ちょっと今日携帯見てて、ちょっと明日の仕事の話ちょっと入ってもたから。あ、やば、マジか。彼氏とかどれぐらいいるんですか？うん？彼氏とかは。いや、結構おらん、3年ぐらいおらんかな。結構長いですね。うん、つかないんですか？うわ、まあ、ちょっとごめんな。明日はまた時間早まったわ。最悪や。結構疲れる仕事してる。そう、もう結構寝なやばいやつやわ。え、結構寝れます？すぐ。いや、結構すぐ寝る。結構もう疲れてるからさ。うん、いや、でも今日すごい良かったです。ありがとうございます。あ、全然全然、こちらこそ。じゃあまた何かあったらまた、そうっすね、うん、ありがとうございます。じゃあ、やっぱりそうそう、時間的にもあれやし。うん、確かに。もう遅いっすもんね。そう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 。え、だから今度なんか動画、なんかまたもう帰ってくれ。え、それ私がゲイだからって友達になりたいの？てかさ、今日のさ、この回超気まずいんだけど。何？なんかもうこの前さ、あいつとやってさ、うん、で、しかもさ、あいこの前あいつやって、うん、で、そっちにレストも、うん、先々週やっちゃっててさ、この二人がテーマで今日知らなくてさ。え、でも私さ、この間さ、なんかその右側の、うん、あの子、はいはいはい、やったけど、あの子もなんかさっきの言ってたことで、なんかこの間やりましたって言ってて、ってことはもうさ、えってことはもうさ、でも繋がったじゃん、繋がったじゃん、繋がったじゃん、うん、ここやったらもう繋がるよ。
それはな、危険じゃない？え、マジみんな繋がりすぎじゃないっていうか、普通に。うん、うん、確かに。お待たせお待たせ、すみません、全然待ってないで大丈夫です。もう何ちょっとストップ、ちょっと待って、聞いてた話と違う。もうちょっと男らしい感じだったし、イケメンな感じだったのに、すっげーほげてんじゃん。今回はご飯だけ行って流す方向でやっていきたいと思います。スタートなんか、え、お腹空きました？あ、お腹はまあまあぐらいですね。でもちょっとあれなんですよね、僕今日はあんまりそんな時間なくて。本当に？やっぱご飯ぐらいなら、ご飯ぐらい行きます。ご飯2時間ぐらいしか時間ない。じゃあ1時間ぐらいご飯行ってみたいな感じにする？1時間ご飯行ってでみたいな、うん、でなんかあのうちプロジェクター買ったから、はい、え、見に来ないよ。ちょっとストップこいつ絶対家連れて行こうとしてるけど絶対無理なんだけど、どうすればいい？だってワンちゃん行ったら、あの人立ち入りながら会えるよ。どうやって帰ればいい？まあ頑張ってこだわっていきたいと思います。1時間だと映画1本も見れないし、なんか途中で帰るのもあれなんで。あ、でもあれだよ、うちになんかあのワンちゃんいるから。みんなあれ今日はでも普通にご飯ちょっと食べて、だからとりあえずご飯行ってから決めようね。ちょっとご飯、あ、でもじゃあとりあえずご飯は、あ、そうだね。じゃあパパって食べれる系にする？あ、そうです。え、うん、うん、まあね、え、でもとりあえず飲めればいいっしょね。いや、ちょっと僕お酒あんま弱いんで。あ、本当に弱いんだ。飲ましたい。ちょっとストップ、もうこのまま逃げて帰ります。あ、ちょっとでももうちょっとごめんなさい、なんかちょっと予定できちゃって、ごめんなさい、またすいません、ごめんなさい。待ってもう帰ってくれ、さっせ、二度はない、二度はもうないの、あなたに二度はもうないです。終電大丈夫って言われた瞬間にもう帰ってくれと同じ、わかる？帰って、終電全然平気です。違う、帰って、あ、帰ってほしい、帰って、もう多分2回目ない。うん、なんで？わからん、あなたは良かったかもしれないけど、別にこっちは2回目はない。ない、うん、はい、出口あちらです。トイレ帰っていいですか？うん、もう帰ってくれねえ。ああ、ああ、よかった、ああ、よかったな。ちょっといや、なんかいい感じの場所を探しようね。おえよ、ああ、女神の光、それはずつ心の中の光、カオスとバランスのハハ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 。別の人の彼女になってる。あ、いい。うわ、下から見たらすごいブスよ。おい、てめえぶっ飛ばすぞ。見んじゃねえよ、じゃあ。あと何があるかな。